されてる。ああ。肉の問題だけなのかな。肉の問題ですか。肉の問題。そうですね。あ、でもちょっと、要は贅肉って老廃物溜まっちゃってるから、ちょっと硬いお肉になっちゃってるので、ああ。ちょっとね、やっぱ滑らかさが。そう、端の肉だけ痛い。痛いですね。はい。ちょっとね、乾燥もこの辺強いんで、はい。はい。ちょっとね。じゃちょっと斜めにしますね。はい、ちょっと横開きますよ。戻しますよ。はい。大丈夫ですか？はい。はい。ちょっと柔らかくなってきたの分かりますかね。温かさと柔らかさ、はい、さっきの贅肉とかあんまり痛くなかった、はい、痛くなくなりましたよね、はい、じゃあちょっと反対の足も同じように失礼しますね。上げますね。大丈夫ですか。はい、はい。痛いですかね。ここ辛いですか。大丈夫ですか。はい。ですね、特にそうかもしれないですね、うん、汗でベタつく夏よりも冬の乾燥した肌にね、お肌のケアにもいいですからね。今まだ痛いですかね。で一回やってみますね。どうですか。平均な様子だ。はい、はい、だいぶね滑らかになってますね、うん、これぐらいいってれば心配ないんで。壊れちゃいそうな感じなくなりましたね。ありがとうございます、はい。こちら側も確認できておりますね。これくらいのことですね。いや普通大丈夫ですね。普通です。あ、多分ちょっとやっぱこう引きづらいですね。硬いですね。
仙腸関節のところで錆びついてる感が、なんかすごい動かしちゃいけない場所って感じです動かしちゃいけないというか、こっちはねですよ。あー、ダメダメでした。でも全然こっちが動いてるんで、これぐらいだったら平気ですよね。全然いきますよね、これこっち怖くないですよね。痛いですか、これで。あ、痛くはないけど、はい、なんか、はい、あんまりやったら壊れちゃう、ね、壊れちゃいそうな感じしますか壊れないと思うんですけど多分まあ多分反応がね、過剰になるか鈍感になるかになってしまうので、うん、それで動きすぎちゃって、すぐなんかアウトっていう感じ、多分このうまくバランスがついていってないというか、感覚が、うん、体重なんていうんですかね、弾力もなくなってるし、そのストッパーとかもあんまりちゃんと機能してないから、うん、なんか体が連動がうまくいってなくて、まあ、要はやった動かした時にはすごい痛みが出たり、不安な感じになったりっていうな、うん、今だいぶこれも痛くないですよね。はい、はい、同時にやっても大丈夫ですね。はい、まあ、肌もねしっとりしてきたんで、はい、疲れちゃいました脱力してる、はい、いいことですね。じゃあ今度はお向けになります。ゴルテを行いますね。くすぐったい。あ、血行悪いとくすぐったいんですだから今ね、ちょっと冷えてますは、大丈夫になりました。くすぐったさ。はい。はい、Thank you.